チャチャタイム。冬の間に滑り止めとして撒かれる砂の行方が知りたいです。北海道の冬は昼間に溶けた雪が夜には凍って道路がツルツル、スケートリンク状態に。ちょっと出かけるだけでも大変なことになる。体重かけないように歩いたりとか気を使って歩いてます。そんな時助けとなるのがこの滑り止めの砂。砂と言いながらも正確には5ミリ程度の砂利なのだが、道路が凍ってるなと思ったら砂箱から砂利を取り出し氷の上に撒くことで滑らなくするという雪国の知恵。札幌市内にはおよそ4000個の砂箱が設置されている。今から31年前の1991年、スパイクタイヤが禁止になりツルツル路面が急増。砂箱の設置はその時に生み出された苦肉の策だった。冬場には頼りになる砂利だが、春先になると見てください、こちら街路灯の下には山のように砂利が溜まっています。こちらは展示ブロックに砂利が溜まっています。春になり雪解けが進むと歩道一面に砂利が広がってしまうのだ。札幌で撒かれる砂利は一冬でおよそ7000トン。引っ越しなどに使う4トントラック1750台分に相当する。そんな大量の砂利が撒かれているにもかかわらず、いつの間にかなくなっていることが依頼人には不思議だという。ではどこへ消えたのか。見てください、あちらで何やら作業を行っています。すみません、何されてるんですか。冬季の間滑り止めを巻いてるんですけども、それの掃除をしてます。こんな雨の日もやるんですか。埃が飛ぶもんですから、まあ、雨の日もかえって埃が飛ばなくていい時もあるんですよね。そう、歩道に巻かれた滑り止めの砂利は実は札幌市の清掃員が丁寧に丁寧に手作業でかき集めているのだ。さっきまで砂利が散らかっていた歩道はなんということでしょう。元通り綺麗な歩道に。また車道に溜まっていた砂利はスイーパーと呼ばれる機械で集められる。この砂利の回収にかかる費用は道路維持費や除雪費が充てられており、その額およそ4億4000万円。札幌市では経費削減のため公共の場で集めた砂利を捨てるためのボランティア袋を区役所などで配布している。では集められた砂利はどこへ運ばれていくのか。砂利を乗せたトラックが出発しました。一体どこに行くのでしょう。歩道で集めた砂利の行方を追った。車で走ることおよそ1時間。今トラックが建物の中に入っていきます。山口処理場と書いてあります。山口処理場です。やってきたのは札幌市手稲区の山口処理場。札幌市の一般廃棄物最終処分場で、いわゆるゴミの埋め立て地だ。当然そこでトラックが行うのは、札幌市内で集めた滑り止めの砂利は燃えないゴミと一緒に処分場に埋められるのだ。しかしこの埋め立て処分、実は今年度から始まった新たな方法だという。昨年までは札幌市のリサイクル施設でリサイクルをしてたんですけれども、今年度はその施設がなくなってしまったので、山口にある埋め立て処分場の方に持って行って埋め立て処分をしています。歩道から回収された砂利は実は昨年度まで東区の施設でアスファルトの下地などにリサイクルされていた。だが施設が老朽化し廃止になってしまった。そのため今年度から処分方法が変わったのだ。でも回収した砂利を次のシーズンまた撒けばいいのではないのか。今撒いている採石は
新しいものは角がついていて、それが滑り止めの効果を発揮するんですけども、一度使ってしまうとその角が取れて丸くなってしまうので、滑り止めの砂で滑ってしまうというようなことが発生するらしいので、角がある状態で使いたいというふうに考えています。一度使った砂利では滑ってしまう可能性があり、使えないという。リサイクルできるといいなというふうには考えているので、何かそういうアイデアがあればまた検討していきたいなというふうに考えています。はい、調査結果です。はい、滑り止めの砂、砂利は今年度から埋め立てられるようになっていたということなんですが、田村さんはこのことに関してどのように思いますか？ちょっと驚きましたね。まあ、今まで、ね、リサイクルできてなくて、これからどうしようかじゃなく、リサイクルできていたのに、まあ、その施設がなくなってしまったせいで、できなくなったっていうね、まあ、それはちょっと残念なニュースですよね。やっぱそこに関して疑問はやっぱ残りますよね。そうですね。湯永さんはこれのことについては知ってましたか？いえ、初めて知りましたね。毎年冬には欠かせないものじゃないですか。で、私たちの身近にあるものなので、身近なものこそリサイクル、リユースって必要なんじゃないかなと思いますけどね。だからこういうリサイクルの時代なのに、まあいろいろ理由があるんでしょうけれども、札幌市としてはじゃあリサイクル施設を建て替えてまではやろうとは思わないんですね。そこなんですよね。実はこちらなんですけれども、出ますでしょうか。中沼ロバン材リサイクルプラント、この廃止についてはですね、実はこのリサイクルプラントっていうのは滑り止めの先ほどの砂利以外にもさまざまな土砂をリサイクルしていたんですよ。その中でも今回の滑り止めの砂利っていうのはリサイクルのほんの一部にしか過ぎなかったんですね。さらにリサイクルしたとしてもこの路盤材自体の需要が低下しているので、リサイクルしても使いどころがそこまでないと。今の時代そんなどんどん道路を作ってないですもんね。そうです、そうです。はい、そしてさらにリサイクルプラント、ここをまた活用するためには数十億円規模でお金がかかってしまうということで、まあ、埋め立てるというような結果になったんですね。でも確かにね、今ねサステナブルな時代なのに、結局そのまま埋め立てるだけなんだっていうのはちょっとね、確かにこの数十億って額を聞くと驚きますけど、でもそのリサイクルの費用を必要と考えるか考えないかっていうのはこう皆さんにとったらちょっと違う答えが返ってきそうですよね。なんかアイデアないですかね。そうですね。それで市としてもですね、雪対策室も民間企業にリサイクルお願いしたということなんですが、今残念ながら断られていて、ちょっと行き先がないということなんですね。暮らしの中で感じた疑問や悩みはもうすぐ調査隊まで。チャンネル登録もよろしくね。